おはようございます。ドルキンです。今日はね、川流に戻しました。まあ、今日17インチ持っていかないんで、まあ、実はこの中に13インチの XPS と iPad Pro 入ってるんですけど、いややっぱり軽いわ。あと川流いいわ。このコアポケットが最高すぎる。カメラ系のグッズとか持ってるから、やっぱり分離してカメラに傷つけないように分離してバックパック入れたいと思うとね、コアポケット最高。見えるかな、これどのくらい効果あるのかわかんないけど、こっちでよくヘリ使ったアドバタイズメント飛んでるんですけど、こんな感じ読めない。昨日の動画の最後でちょっとだけAmazon Echo Dot っていうデバイス、新発売のデバイスを開封したと思うんですけど、あれ今日ちょっとセットアップ編やりたいんですけど、あれすごいですね。ノーインターフェース、完全に音声だけ。あ、そうそう、DJI Mavic Pro 全然来る気配ないですね。イケントさん確かに23日後に買った気がするし、僕は当日夜やって1回キャンセルして次の日にもう1回オーダーし直したパターンですけど、どのパターンでも今のところ全員出荷が遅れてますメールが一律来てるみたいです。純粋に初期出荷が遅れてるのかもしれないですね。一応理由は注文が殺到すぎてさばききれないみたいなことは。めっちゃ出来上がってる。早っ。この向こうに高速あるんだけど。見えますこれ。車がずーっと渋滞してんの。ただいま帰ってまいりました。帰ってまいりました。で、実はだいぶ前に帰ってきてますけど、昨日、開封だけした Amazon のエコードット。で、これね、Amazon エコーってオリジナルのやつはもっとでかくてスピーカータイプなんですけど、エコードットは、多分これスピーカー機能がなくて、Bluetooth スピーカーと連携して使うのかな。ちなみにね、僕最近結構、こういう純正で入ってる AC とかケーブルとか、なんかできるだけ使うようにしてます。じゃあちょっとカメラを手元に切り替えます。じゃあ行きます。まずは、電源入れ、USB で電源供給する。電源入れるとこれ、急に光り出す。これまたかっこいいんですよね。Alexa、これから目覚めます。9W のアダプターつなぐと、こいつが動き出すと。あ、アプリダウンロードしておかないといけないのかな。Hello. Your Amazon Echo Dot is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. ということでね、この iPhone でアプリをダウンロードしないといけないですね。ああ、US ストアに行かないとないパターンね。ちょっとアカウント切り替えてきます。これを、アプリをインストールしますと。で、入って、Amazon アカウント入れろと。Amazon アカウントで、で何？スピーカーもないとダメなんだ。ちょっとスピーカーも取ってこなきゃ。じゃじゃん。Bose のサウンドリンクを。こいつがいるらしい。こいつっていうか、もうこの絵が明らかにサウンドリンクだけどね。このサンプルが、Bluetooth スピーカーを使えと言ってますね。まずは Wi-Fi でオレンジになった。オレンジになったらなかなかに UI がないっていうのが来た。 Amazon EP が来て、でアプリに戻って Go ahead and finish the setup in your Alexa app。で、家の Wi-Fi を教えてあげると、これでエコーが自分で家の Wi-Fi につながるようになれば、そこからはいろいろやりやすそう。はい、来ましたね。エコーが自分で家の Wi-Fi につながるようになった。一回もうこれセットアップ終わってんのかな？このセットアップのこのマニュアルを見ると、Alexa。おお、来た。反応してる。Alexa, tell me a joke. Baby tomato was falling behind. Mama tomato said, catch up. うん。Alexa, dim hue lights to 30%. I couldn't find any smart devices on your network in Co's account. To use smart home features, first, ask me to discover devices. あ、今、うち全部、電球は、Philips のヒューになってはいるんですけど、まあもちろん登録してないから、まだコントロールできない。じゃあ、このチートシートによると、あと何ができるかっていうと、Alexa, what's the weather? Currently, in San Francisco, it's 60 degrees with clear skies. Tonight, you can look for cloudy skies moving in and out, with a low of 54 degrees. アプリ側もなんか反応してますね。で、こいつ Bluetooth ペアリングしたら、もうこれが喋るようになって、この自身は喋らなくなった。Alexa, play some prime music. Here's a station you might like, My Chemical Romance.It's gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen now. Alexa, stop. Alexa, set a timer for 30 seconds. 30 seconds, starting now. タイマー鳴りました。Alexa.Your Echo Dot received an important update and must restart. It'll be ready again shortly. なんか言ってるそばから、アレクサのファームウェアアップデートがかかったっぽい。Echo EP7 disconnected. 問答無用でファームウェアアップデートをし始めました。結構、マイペースですね。アレクサちゃんは。一番僕の期待してるのは。家の電気。これが結構ね、毎回 Siri を起動していちいち言うのめんどくさいから、スマートホームで Discover Device。で、プレスボタンを押してこないといけないですね。今ちょっとヒューの、ホームコントロールするデバイスでペアリングしてきたら、12個の電球が見つかったっぽい。あ、で、ここに、うちの電球が全部リストで出るようになったんで、じゃあいよいよ一番やりたかった電球の操作します。Alexa, dim hue light to 30%. I found several devices matching that name. Which one did you want? All. Sorry, I couldn't find a device or group named Don't on Inco's account.あ、このまずグループを作んないといけないんですね。じゃあ一回ホームってやつで全部の電球をグルーピングして、これで Alexa dim home lights to 30%。おお、来た。今ホーム作ったから、ヒューじゃなくてホームのライトを 30% にしたって言ったんですけど、Alexa, dim home lights to 100%. これ、わかんないと思いますが、これ今、メインのリビングにあるライトですけど、じゃあもう一回 Alexa にお願いします。Alexa, off home lights. Okay. これ消えて、Alexa, on home lights. Okay. こんな感じ。いやー、いいじゃないですか。これ、これだけのために買った価値はあった。アレクサタンでした。ということで、参考になったかな？ Amazon Echo Dot。まあいいですね。これで、ライトが本当に何も考えずにコントロールできるだけでも、僕としては、グッド。49.99 ドルで、自分の代わりに電球をつけたり消したりしてくれると思うと、コストいいのかな？悪いのかな？まあ、よしとしましょう。Alexa, play party music. Shuffling a playlist for party music. Indie dance party. 結構賢い。そういえばなんか石谷さんが来週月曜日には在庫がまた復活するらしいって言ってたんで、もし興味ある人、リンク貼っとくんで早めにゲットした方がいいと思います。